はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、笹島明夫です。皆さんが見てる時間帯によって違うと思うんで、3種類言うことにしました。まあ、僕の今日の、ギター、まあ、講座という大げさかもしれないけど、まあ僕のジャズギターブログとビデオブログとでも思ってください。で、今日のテーマはですね、前にもちょっと触れたんですけど、もうちょっとそれを発展させて、まあ、テクニックとその使い方というかですね、あとパターンというか、テクニックはみんな必要で、みんな一生懸命練習するわけですね。で、特にジャズの場合って特にメソッドがないもんですから、いろんな教則を見たり、一番の勉強は皆さんもそうだと思いますけど、やっぱりレコードし、CD を聴いてそれをコピーするなり、今でこそそれこそコピー譜っていうのはもういくらでも手に入るようになってますから、それを見たりとか、で、好きだなって思うギタリストなりミュージシャンにですね、影響を受けて、で、テクニックがついていくわけですね。だから、例えばクラシックのギターだったらカルカシってメソッドがあって、これをやってこれをやって順番にあるんですけど、ジャズとか、ジャズに限りませんが、ロックギターでもそういういわゆる一貫したメソッドっていうのはない中 でここまで来てるっていうのは、やっぱりクリエイティブな人がたくさんいるなっていうことなんですけど、で、これはあくまで僕の意見なんですけど、ただそのテクニックをどういうふうに使うかっていうことはすごい僕大事だと思うんですね。やっぱり過去のそのいわゆる巨人たちを聞いてますとね、テクニックはみんなあるわけです。だけど例えばマイルス・デビスね、ギル・エヴァンスというアレンジャーが言ったんですけど、マイルスは空間を演奏する勇気があると。これね、僕も非常にそれ聞いてからうわーと思ったんですけど、逆にこの音を埋め尽くすよりもその、フレーズの感覚というかですね、間を空ける方が難しいんですね。勇気がいります。音を埋めなきゃ寂しくなるんじゃないかっていう、それは僕もね最初の頃あって、で、演奏してて逆にこれシカゴでの経験なんですけど、まだあんまりやったことなかったドラムの人が、おい、バラードの最初のイントロやってて、俺ちょっとバー行って酒の取ってくるからって言われて、お前一人でやるよ、やったことない一人で、やっぱり焦るとですね、焦るっていうかもう緊張するとやっぱ早くなっちゃうんですね。弾きすぎじゃん、ダラダラって、ましてバラードなのに、わーってこう言ったら、お客さんのそれこそね、アフリカンアメリカンの おばさんが英語ではですね、 Take your time baby って言ったんですよ。 Take your time、 落ち着いてやれってことなんだ。これお客さんが言うんですよ。で、別にそのお前こうしなきゃダメだってじゃなくて、もっとゆっくりやれっていう感じでね、もっとゆっくり弾いたらみたいな感じで言われたんです。その時もうぐわっとやっぱり焦っちゃいけねえなと思って、ゆっくり一音一音弾いたら、いやーとか言って、そうなんだっていうね、そのやっぱりそういう経験をしたのと、やっぱりいいプレイヤーを聞くとですね、その例えばブルースだったら12小節の中でどういうふうにやるか、例えば自分が3コーラス弾くんだったらその中でどうやるかっていう、そういうやっぱり例えば白いキャンバスにどうやって絵を描くかって、こうやって描いていく、そのキャンバスを全く塗りつぶす必要はないだろうと。で、これが例えばもうアレンジされたものであるとか、そのクラシックでもうここ楽譜が書いてあって作曲者が休むとか書いてあるっていうのものはこれは別ですけど、特にジャズのアドリブの場合ですね、自由が与えられるから、いくらどういうふうにやってもいいっていうところがある程度あるわけですね。それで、じゃあ弾きまくっちゃおうかっていうのもあるわけですけど、僕の意見ではやっぱり、例えばその今例で示しますけど、ピアノトリオがあってバックで弾いてるすると空間があった時、そのバンドがスッと聞こえてくるわけですね。僕はそれがスリルがあると思うんで、これ
実際の例でやってみるとすごく、まあ、ちょっと極端な例ですけど、僕はそれだけあの隙間なしに弾きまくることはないんですけど、その感覚と、まあ、かなり弾いててもそのフレーズフレーズごとにこう合間があるというか、そういうあの例をね、あのまず最初に隙間がない例で、次に隙間のある例を、やってみます。どうでしょうか。